ぶっちゃけ聞きます本当のところ、はい、本日のゲストは佐久間宣行さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで先ほどまで一緒に本屋さんでお買い物した後なんですけれども、はい、こちらの企画では一問一答形式で、まあ、本にまつわることだったり佐久間さんのまあプライベートについて、質問させていただくという企画になります。はい、はい、じゃあ早速いきますね。今人に一番おすすめしたい本漫画何かありますか？あー、もう本当ね、一昨日読んだ読みのつがいですね。読みのつがい、はい、荒川博夢先生、うん、鋼の錬金術師とかアルスナン戦記の、うん、僕あんなに鋼の錬金術師が好きなのに、はい、読んでなかったんですよ。なるほど、はい、読みのつがい、うん、で一昨日読んでちょっとおぎむのかね、6巻が出たんで、はい、6巻が出たのついでに、まあ、6巻も出てんだと思って、うん、いつか読もうと思ってる間に6巻まで出てて、うん、これはいかんいかんと思って買って読んだら、はい、もう止まらないですね。止まらない、面白すぎて面白すぎて、でちょっと衝撃を受けてるんですよね、うん、鋼の錬金術師ってやっぱ完璧な漫画じゃないですか。本当にパターンもないし、キャラクターもすごいし、うん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 、あんな一人の作者が一生に一回しか書けないもんだと思ったら、はい、それぐらい面白いっていう、そのマジかよと思っちゃった。いや、まあ本当荒川先生の漫画全部面白いんですけど、いや衝撃を受けましたよ、夜中に。面白すぎて。人生のバイブル的な本一冊選ぶとしたら、人生のバイブル的な本はもちろんいろいろあるんですよ、うん、あのもう絶版になっちゃってるんですけど、はい、伊藤聖光さんのワールドアトラスとか、そういうそのもともあるけど、仕事っていう意味で言うと、はい、サイス・マサオさんの調理場という戦場っていう、うん、ほぼ日ブックスから出てるんですけど、はい、あの日本のフランス料理のなんか草分けって言われている、うんうん、あのコートドールっていう三谷フレンチがあるんですけど、はい、そこのシェフのサイスさんが若い頃からフランスに修行して、はい、その中でなんか自分の料理を作っていくまでの、うんうん、なんか自伝ですね。それが本当に仕事をする人間ほとんど全ての人に読んでほしいっていうぐらい金言が入ってる、うん、はいはい、お仕事本として本当にすごい優秀で、うん、僕はまあ珍しいですね、あんま赤線とか引かないんですけど、サイスさんのその本だけはそう、うん、赤線引いて持ってて、うん、であの一度対談させていただいたことがあるんですけど、はい、本当に嬉しかったですね、うん。今佐々木さんの本の話出たんですけど、こうそこからさえ絞って、例えば放送作家だってこう企画演出職を目指してるというか、うん、そういうことをやりたいなと思ってる人に対しておすすめする本って何ありますか？企画、うん、でもなんか本当にすごい古典の本ですけど、うん、アイディアの作り方っていう、あの、はい、海外の、うんうん、あの本ですけど、それは20代の時に読んどいてすごく良かったなと思います。それと今出版されてるのかな、はい、あと佐藤正彦さんの佐藤正彦全仕事って本があるんですけど、それって今売ってるのかな、だいぶ古いですよね。佐藤正彦全仕事は本当に、あの佐藤正彦さんの作り方のルールとかって載っているので、うん、本当におすすめ、うんですね、なんか自分の方法論を確立していって、それから作品を作っていくっていう意味ではそうですね。あとは三谷さんの三谷幸喜の仕事っていう、三谷さんの作品を全部三谷さんがいいところも悪いところもひっくるめて振り返ってる本があって、それもすごくなんかこう作り手として勇気出るし、こんな風にして作ってるんだっていうのがすごい面白いですね。昨年2023年で言うとこの本が一番良かったなみたいな、なんかありますか？グッときたのか。あれ、プロジェクトヘイルメアリーって一昨年ですか、去年ですか？一昨年です、多分。あ、一昨年か、はい、だとすると自分で帯書いちゃってるからあれなんですけど、はい、あの君のクイズが面白いと思ったかな、うん、君のクイズも一昨年ですかね、そんくらいの年です。あ、一昨年か。じゃあやっぱ伊坂幸太郎さんのトリプルセブンですね。はい、そこなんですね、はい、もう本当に待ってましたっていう感じで、はい、シリーズがそうですね、はい、もう本当に待ってましたまた書いてくれるとはっていう、はい、感じで、本当にちょっと仕事の合間に隠れて読みました、ちょっと途中気になったんです、はい、ちょっと今本の話を流れで聞いてたんですけど、逆にどうですか、2023年の映画でいうと何か印象残ってるものありますか？2023年の映画は、はい、いや、たくさんありますよ、うん、はい、でも
やっぱアニメが素晴らしかったですね。アニメ、はい、やっぱ年初に見たブルージャイアント、ブルージャイアント、はい、もう素晴らしかったですし、最後に年末に見た窓際のトットちゃん、はい、もう本当に素晴らしくて、最初と最後にとんでもないアニメを見たなって思ったんで、アニメ本当に素晴らしかったです。うん、こう2024年注目してる作品何かありますか？2024年に注目してるのは、はい、やっと見れるっていうのがオッペンハイマーですね。オッペンハイマー3月に、はい、公開されるらしいんで、うんうんうん、ずっと見たかったんで、うん、はい、それはすごい見たいなと思って楽しみだなっていうのと、あとはカンヌ映画祭で賞を取った、はい、落下の解剖学っていう映画がありまして、うん、それがもう2月ぐらいに公開されるのかな、はい、それが楽しみだっていうのと、あとは濱口竜介監督の悪は存在しないがすごい作品だって噂は聞いていて、はい、楽しみですね。はい、娘さんも結構漫画読まれたり、はい、たくさん読んでますね。そこでなんかこう佐久間さんとこう盛り上がる共通の話題となる作品って何かあったりするんですか？ああ、いやでも呪術廻戦は、あ、呪術廻戦、はい、もう本当に娘と二人で、はい、どうですか今の本誌の流れとかも、もう話してます。というか、ジャンプはジャンププラスで買ってるんですけど、うん、それぞれ回し読みとかじゃなくてそれぞれ個別に買ってた。で24時過ぎて、はい、読んだ10分後か20分後ぐらいに、はい、お互いに LINE が来て読んだって言って話し合うって感じです。大体佐久間さんの今の仕事のところも聞いてみたいんですけど、うん、今悩んでることだったりなんかすごくこれに対して時間を使ってるっていうもの何かありますか？悩んでるのは、うんうん、僕は会社を辞めて独立して3年目なんですよ今。で3年目がもうすぐ終わるんですけど、うんうん、結構がむしゃらに働いてきたので、うん、で48歳になったので50歳が楽しくなる仕事ってなんだろうなと思って、ディレクターとしての仕事は、うんうん、正直もう本当40代がむしゃらにやったんで、うんうん、50代はなんかちょっと自分の人生が面白くなるような仕事をしていきたいなと思っていて、それってなんだろうなって考えて、うん、で本当はこのぐらいからちょっと仕事を少し抑えつつ準備していかなきゃいけないんだろうなと思ってるんですけど、まだ全然手が回ってないって感じです。うん、3年以内にこれは実現したい、はい、これはやりたいみたいなものって何かありますか？そうですね、3年以内にやりたいことか、はい、仕事で言うと3年だったら映画をやってみたいですね。映画ですか？はい、ちなみにジャンルとか僕はその、うん、本当にミステリーをやりたいです、ね。はい、マジかミステリー、はい、この本屋さんを著名人の方と回る企画なんですけれども、はい、佐久間さん的にこの人が本屋さん回ってるの見たいっていう方誰かいますか？でも結構な人回ってるんですよね。だとしたらもう回ってるのかもしれないですけど、オードリーの若林くんですか？ああ、若林さんはまだ一緒には回ってないですけど、はい、じゃあすみません最後の質問なんですけど、はい、佐久間さんにとって本っていうものがどういう存在かちょっと聞いてみたかったですけど、本っていうものがどういう存在かなんて短すぎて考えはい、まあでも本当になんか映画とかドラマとかも本当に人生にいろんな影響を与えてくれたんですけど、本はなんか本当に優れた本はなんか一生添い遂げるものってイメージがあって、本当になんかずっと本棚に入れておいて、ね、読み返すのはまあね数年に1回だったりするんですけど、まあ、それでもずっと近くにあるだけで、はい、その読んだ時の気持ちを思い出したりしてまた新鮮な気持ちになったりするっていう意味で言うと、はい、もう人生の友って感じですね。うん、はい、はい、というわけで今回は、ゲストに佐久間信之さんをお招きして一問一答形式でお話をお伺いしました。はい、佐久間さん本日本当にありがとうございました。ありがとうございました。